ハロー。ラブリーだよ。あれ？揺れてる？揺れてません。揺れてません。はい。何言おうとしたのかな？あ、思い出した。例えば、なんか居酒屋さんに行ったんですよね、昨日。昨日居酒屋さんに行って、まあちょっと一杯飲んだんですけど、まあ、美味しいと。まあでもちょっと高いと。美味しいけど高いと。まあ、いろんな考え方あるんですよ。今はもう遊び回ってる場合じゃないでしょうと。もっと節約した方がいいでしょう。でも、外食したいよね、たまにはね、みたいな。で、そしたらたまたまなんですけど、すごく、安い店があったんですよ。はい、わらわらって書いてあったんですけど、わらわらなんか、ありますよね。ウオタミ、ワタミとかウオタミの仲間でわらわらってありますよね。確かそうだと思うんですよね。そしたらもう、全然違う店になっていたみたいな。全然違う店。何がかっていうと、もう安い。ハイボールが50円ぐらいだったかな。ハイボールが50円でしょ。チューハイが100円してなかったんですよね。で、なんか、たこ焼き90分食べ放題1000円みたいな。あれ？こんな店だったのみたいな。めっちゃ安いじゃんみたいな。あ、でもちょっとチャージ料が少し、お通し？チャージ料がお通しと同じなのかな？ちょっとチャージ料っていうのが普段、そこいらのお店より高いよ、みたいな。そんな感じだったんですけど。で、あ、まあまあ次からは。じゃあ、こっちの安い店行こうよ。ね、懐の事情もあるから、次からは、安い店に行こう。はい。次からって言葉。次からって言葉。次からって言葉ですよ、問題なのは。はい。今からでしょ。今から変わっちゃえばいいんですよ。明日からやろう。今度やろう。って思いがちじゃない？そういう風に刻み込まれてない脳に。次から、今度から、明日から、来年から。そうなんです。そういう風に考えちゃったり思ったりしちゃうんです。だけど、うちの天才、うちの宇宙一の神さんが今からでしょう、今から変わればいいじゃんみたいな。今からそういう思考でいよう、考え方でいようよってなったら、もう今からなってるから、もう今から行動できちゃうわけ。今度ってなったらもう忘れちゃうでしょ。その決意のが強い感じするよね。決意が強い。今からって言った方が。もう今もうそうなっている。未来じゃなくて、今からもうそうなっている。響いたな。今度からやろう。明日からやろうじゃなくて、今からやろう。今からやろう。はい。今からやろうぜ。今日響いた言葉が、今からやろうっていうのがあったの。今でしょ、今でしょみたいな感じだけどね。今から思考を切り替えていこうみたいな、そんな話でした。はい、終わります。せーの、いいね、バイバーイ。